どうも、かなです。今日は道の駅に来ています。で、今日はね、下道運行だったんで、まあ無事配送も終わって帰りなんですけど、寄り道してみました。そう、何回かねここ通ったことあって、そう気になってたんだけど寄ったことなくて、私も初めて行くんで、まあ何があるかいつもみたいに探検しに行ってみたいと思います。まあ、ちょっと小腹空いたぐらいなんで、ちょっと甘いもんでも買って帰ろうと思っています。では行ってきます。じゃーん、道の駅昭和に来ています。いい感じ。ようこそ春日部へ。だってしんちゃんめっちゃ好き。中学生の頃からもう依存症、メイクしながらとかすごい見てた。ね、やばい、これ水出てる、最悪。熱中症対策だと思うけど。美味しそう。ここら辺買っちゃおう。あの熱中症対策のあの霧吹きはね、あの髪の毛がね、私くせ毛だから、あの雨の日とかさ、そういう感じのは結構アウト。チリチリになるんだ。よし、じゃあ中入ってみましょう。アジ釣りたいな、釣り行きたい。すごいタコがいっぱい飾ってある。こっちは野菜とかお花とかも売ってる。なんか軽食屋さんみたいな感じらしい。定食屋さんか。へー、フルーツフィズのブルーで、え、上ってアイスですか？いちごソースかけてもらって特別なやつ、お願いします。ブルーでやらせていいですね。はい、ありがとうございます。450円になります。はい、すいません、とても開始ありがとうございます。めっちゃ可愛い。スライドポテトください。大丈夫です。はい、ね、せっかく綺麗だったのにさ、あの体が溶けてきちゃってる。食べよう。あのフライドポテト待ち。今うまっ。ブドウとかみかんとかが入ってる。いくらでしたっけ？はい、ケチャップありますか？お願いします。ありがとうございます。いただきます。暑い外、何もしてないのに汗かいた。めっちゃ暑い、本当に暑い。さっきさ、めちゃめちゃ雨降ったんだよ、1時間くらい前かな。
ね、もう超土砂降りだったのに超やばい。ちょっとクーラーマジで熱い。あー涼しい。外仕事の人とかってさどうしてんだろうね。もう考えられないんだけど大丈夫かな。ありがとうございましたよね本当に。見てもう飲んだマジうまかった。じゃーん、いただきます。うまい、超うまい。疲れた時は塩分だね。さっき食べてたかき氷とかも450円だったんだけどさ、全然さこれが550円なわけじゃん。なんか良くないんだけどさ、タバコ一箱より安いんだったら安いと思っちゃうんだよね。なんかそういう思考に至る。躊躇なくその無駄遣いするかな、本当に良くないなって思ってる。っていうかクレヨンしんちゃんのラムネがあったらしい、買えばよかった。っていうかいろいろなんか他にもさ、なんか買うべきもの名物がいっぱいあった今サイト見たら。ちょっともう暑くて外出れないから行かないんだけど、ごめんなさい。そういうのを買うようにしますねこれからはちょっと今日はね無理だったね、暑さに勝てなかった。はい、ということで満喫したんで車庫に帰りたいと思います。はい、今日も無事に車庫に着くことができました。帰りね結構思ったより遊べて楽しかったです。今日の仕事も、はい、暑いですけどね水分補給しっかりして皆さん頑張りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。今日も明日もご安全に、バイバーイ。